はい、今日はリクエスト動画です。タンクトップが似合う男になりたいということで、普段まあ自分タンクトップ着ないんですけど、まあ、なぜかこのリクエストが、まあ、タンクトップが似合う男になるためのトレーニングを教えてほしいというリクエストが来たので、まずやっぱりこのタンクトップ力を高めるにはこの肩、肩を鍛える必要があると思うので、今日はここ最近の自分の肩のトレーニングを紹介していこうと思います。アップからやっていきます。
結構タンクトップ力が高まったんじゃないかなと思います。まあ、後半はなるべく関節の負担の少ない種目を選んでやってます。まあ、自分ももっと頑張ってタンクトップマスターになれるようにしっかりと肩を鍛えていこうと思ってます。まあ、ぜひタンクトップの似合う体になりたい人は参考にしてみてください。ご視聴ありがとうございました。